スティーブン・ディショーン・フランシスは、アメリカ合衆国メリーランド州タコマパーク出身の、元バスケットボール選手。ニックネームは、ウィンク・スティービー・ザ・フランチャイズ。サンジャシンとアン、アレガニーのジュニア・カレッジで2年間プレーした後、NCWA ディビジョン I のメリーランド大学へ転校、抜群の運動能力と高いバスケットボールスキルから、しばしば、アレン・アイバーソンと比較され、注目を集めた。 その後、NBA にアーリーエントリー。1999年の NBA ドラフトでバンクーバーグリズリーズから全体での任意指名を受けるも、カナダのことは全然知らないという理由で入団を拒否。マイケル・ディッカーソン、オセラ・ハリントンらとの交換でヒューストン・ドケッツに放出された。ルーキーイヤーから恵まれた身体能力を活かし得点を量産。 1>, 1試合平均18.0得点6.3アシストを記録し、エルトンブランドと共にルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞する。その後4シーズンロケッツに在籍。チームのトップスコアラーとして君臨。ファンからも絶大な人気を誇ったが、02から03シーズン、2002年の NBA ドラフトで1位。指名権を得たロケッツは、中国の超新選手、ヨウ・アキラを獲得。 低迷するチーム事情からロケッツのフロントは矢を中心のチーム作りを始める。フランシスはこの方針に納得がいかず、03から04シーズン終了後、オーランドマジックに放出された。03から04シーズンはキャリア最低の数字に終わったが、マジックでは再び活躍。グラントヒル、ドワイトハワードらとプレイオフ進出をかけて戦うが、あと一歩及ばなかった。 零五から零六シーズンはチームは低迷。フランシスもチームから出場停止処分を受けるなど不本意なシーズンを送った。零五から零六シーズン途中、NBA を揺るがすビッグニュースと共にニューヨークニックスへ移籍。この時、ニックスはチーム史上最悪と形容して良いほどの衰退を見せていた。フランシスはチームの起爆剤となるか注目されたが、 エースステフォン・マーブリーとポジションが重複、名称ラリー・ブラウンも効果的なローテーションを見つけることができず、ニックスはディビジョン再開でシーズンを終えた。フランシスの数字も移籍後は急降下した。このシーズン、ニックスでは24試合に出場したが、先発出場は15試合のみに終わり、マーブリーとは反目する日々が続く。06から07シーズンも調子は上がらず、 トレードの噂も流れたが、結局シーズン終了まで残留した。2007年6月28日、NBA ドラフト当日のトレードにより、ポートランドトレイルブレイザーズに放出され、さらにチームの構想から外れ、7月11日に契約解除で解雇された。07から08シーズンは、フルスヒューストンロケッツに復帰するが、出場時間を与えてもらえず、膝の故障が悪化し、 シーズン絶望となった。08から09シーズン途中、ドラフト二巡目指名権との交換で、メンフィスグリーズリーズに放出され、間もなく解雇。その後所属チームを見つけることができず、引退となった。高い身体能力と巧みなボールハンドリングで、ストリートバスケでなドリブルを見せる。特に、クロスオーバーと呼ばれる左右に大きくるドリブルは、彼の代名詞の一つである。 またスピードを活かしてペネトレートし、鮮やかなダンクをすることもできる。しかし、ドリブルを始めるとそこからシュートまで行くという選択肢しかなくなるため、基本的にパスが少なくなる。ありがとうございます。